皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。今晩も皆さんお付き合いください。今晩のテーマはロングアイアン、ミドルアイアン、ショートアイアンの打ち方についてです。アイアンというのはグリーンを狙うクラブになってきます。なので今私が持っているのは8番アイアンなんですが、8番アイアンが飛びすぎてしまっても飛ばなすぎてしまってもよろしくありません。このアイアンの飛びすぎ、なぜ起こるかっていうと、このロフト角がインパクトの瞬間過剰に立ってしまうことで起こりやすいと言われています。なのでこう過剰に立ってしまうと、8番アイアンってショートアイアンだと思うんですけども、ショートアイアンなのに球が低かったり、またまたちょっとフェースもかぶってしまいやすいので引っ掛けてしまいやすかったり、目標の左方向に出てしまったりね、すると思います。今日はそうならないようにするためにどういったことを心がけていったらいいのかっていうお話をしていこうと思います。ではよろしくお願い、はい、インパクトを安定させるために何を意識したらいいのかっていうと、これ動きというよりは最初のセットアップです。よくインパクトっていうのはこのアドレスの形に近い状態というふうに表現する方が多いと思います。はい、私もそう思ってます。なのでアドレスの時の形、ここがあやふやだとインパクトの時ロフト角っていうのはバラバラになってしまいますよね。なので練習場で練習するときは必ず両手の位置、左面の前から下ろした位置で毎回構えていくというふうに心がけていきましょう。この状態で打つことでインパクト、手の位置がどこに戻ってくればいいのかっていうのが分かりやすくなります。またボールの位置も練習場では左足かかと内側の延長線上というところに置いているので、ロフトが立ちにくいんですね。これロフト立てに行こうとしたらこういう形になります。でもこんな極端にハンドファーストにして打つ人はそうそういないと思います。もちろんこれをこうすごく意識している方っていうのもいらっしゃると思いますが、こんな形で打ってしまうとそれこそショットは安定しません。はい、もうフェース面が右向きやすい状態なんですね。手元が左に出れば出るほどフェースっていうのは右に出ます、向きます、ね、なのですごく多分そういう人っていうのは右手の力を強くしてフェースをまっすぐ向けてこようとしてしまうはずです。その結果何が起こるかというと、ショートアイアンは飛ぶんだけど長いクラブになればなるほど、例えば6番アイアンになれば、5番アイアンになれば、4番アイアンになれば全然飛ばなくなるんですね。8番だと160ヤード行くんだけど6番アイアン170なんだよね。いや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 、おかしいでしょって。8番の次って7番アイアンがあるんですよ。その上に6番があるんですよ、ね、8番で160打てる人は多分7番だったら175くらい打てるんですよ。ってことは6番は190くらい飛ぶんですね。でそのショートアイアン飛んじゃうんだよっていう人って結構ボールの位置右に置いて8番というクラブね、これをロフト立てて、もしかしたら7番アイアンくらいのロフト角で打ってるのかもしれないです。またまたもっとこう前に出て6番くらいのロフトになってるかもしれませんね。でもそれっていうのはあまり良くないことなので、なるだけ練習場では左足かかと内側の延長線上というところに置いて、両手の位置が左目の前から下ろしたところ。アドレスで見ると、ボールの位置に対して両手の位置がわずかに左側にいると、シャフトがちょっと左に傾いている状態っていう風に意識していってください。ここで
アイアンを練習するときにちょっと考えてほしいフェースの向きについて簡単に説明していこうと思います。基本的に、スクエアグリップで握っているので、インパクトの瞬間フェースっていうのはスクエアに戻ってきます。ただこれグリップを作ってるだけでは戻ってこない時もあるんです。その部分をちょっとね、簡単に説明していこうと思います。このフェースがスクエアに勝手に戻ってくる条件っていうのは何かっていうと、アドレスしてテイクバックしました。このテイクバックした時のクラブの位置が非常に重要です。この位置が目標線と平行の位置に来ていれば、体の正面から外れていないので、体を回すだけでフェースっていうのはスクエアに戻ってきます。ですがこのクラブの位置っていうのが、これは極端に先ほどより中に入りましたよね。この内側に入ってしまった時、これは体の回転ではなくて手でインサイドに引っ張っている状態なので、体を回しただけだとフェースが開きやすくなります。なので必ずスイング動作、アドレスを作ったらテイクバック、体の回転でここに持ってくるようにしていきましょう。この位置に持ってこれればフェースっていうのはスクエアに戻りやすくなります。まずこの部分っていうのが大事です。では実際にクラブを持ってやって、はい、6番アイアンを私は今持っています。6番アイアンはミドルアイアンになります。なのでダウンブローで打ち込んでいくのか、レベルブローで打っていくのか、微妙な番手ですね。その話はちょっとまた後でするとして、今やったテイクバックのお話をちょっとやっていきましょう。アドレスを作っていきます。はい、こうですね。ここから体を回してテイクバック、この位置に上がってきます。クラブヘッドの高さっていうのもここに来るのが望ましいと思います。アドレスをしたときに自分の両手とクラブヘッドの位置関係っていうのはこういう状態になってます。これがこうなっていると、これはトゥーダウンですね。たまにこうやって構えてる方いるんですけども、あくまでもこのようにクラブヘッドが自分の手よりも上、それで前傾をするように していきましょう。これがこういう状態になってテイクバックすると、ね、基準値よりもインサイドに引いてしまいます。そこから上げていくとトップでクロスしてしまう原因になったり、フェース面が安定しないので右にも飛ぶし打球が安定しません。なのでなるだけアドレスした時のこのここの角度、この角度を意識したままテイクバックしていきます。はい、では行きましょう。テイクバックして、はい、6番アイアンらしい球筋で飛んでいきました。でこの先ほど言った6番アイアンをダウンブローで打つのかレベルブローで打つのか、ここは本当に個人差があります。例えばヘッドスピードがそこそこ速い方、ね、そういう方であれば6番アイアンもしっかりと球の高さを出していけると思います。ですがヘッドスピードがそこまでない、ね、ちょっと球の高さ出ないわという方はもう全然レベルブローで打っても問題ないと思います。はい、これはもうご自分が成功しやすい方向っていうのを選択していくようにしましょう。ちなみに私はちょっとボールが、上がりやすくなっているので、6番アイアンはなるべく上から打ち込んでダウンブロー目に打っていくようにというふうに心がけています。はい、いかがだったでしょうか。アイアンの打ち方、基本的にドライバーもフェアウェイウッドもユーティリティもアイアンも、それもアイアンもロングアイアンもミドルアイアンもショートアイアンも、多少構え方、スタンスの幅が変わるだけで動き自体は変わってきません。必ずアドレスをして体を使ってテイクバック、手を曲げてバックスイングとトップオブスイング、このトップオブスイング、これがスイング動作の中でいうためですよね。でここから下半身の先行動作を使ってインパクトの瞬間しっかりと左股関節が入るように、でアドレスの位置に近いところにインパクトで手が戻ってくるようにというふうに心がけていっていただけると非常にいいかと思います。
あとアイアンハンドファースト、ハンドファースト意識します。私もハンドファーストで打ってます。ですがこの形で止まってしまうとこの後っていうのは左肘が引けてしまうだけになりますので、なるだけここまで出ていったらここからグリップエンドがこのように下向くようにというふうにしていけるようにしましょう。このためにはアドレスの時に左腕がこうやって突っ張っていたらそれができません。あくまでもアドレスは自然体なので、腕がツンツン伸びるのではなくて適度に曲がっている状態というのを作っていきましょう。そうすることで自然にクラブが上に上がっていきます。左肘が引けないスイングというのがここにあります。はい、本日の動画は以上になります。今回の動画が役に立ったなと思う方は高評価を、今後もどんどん動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。